万福寺は仙台市都心部の南東、荒町商店街の東部にある新言州地山派の仏教寺院である。江戸時代初期における仙台城下町と若林城下町との境界に立つ。境内の美沙門店が仙台市民によく知られており、一般に万福寺も含めて美沙門堂と通称されている。また、親しみを込めて荒町の美沙門さんとも呼ばれる。 万福寺は、美写門天の別当寺として1643年頃に創建された。美写門天像は、造高3メートルほどで、伝説によれば安元元年に、欧州藤原氏、第三代当主、藤原秀平が運慶に掘らせ、戦国時代には、阿波野大善が所有し、その後は、伊達政宗の所有となって、現在地に安置された。と子育ての神として、 信仰を集め、虎年の滞在の日に開庁される。江戸時代には、仙台藩内に相撲工業場が5カ所指定されたが、微車門堂はそのうちの一つであった。藩内で最も多くの相撲工業が行われた、東堂は仙台相撲工業の中心地となった。その関係もあって、大相撲第9代横綱である州の山上なり、五郎の供養費や、立行時の六代目、 四季森伊之助の墓もある。年中行事では、初詣、ドンと、祭り、節分のほか、毎月の初虎縁日に人が多く集まるが、8月、初旬の大祭、及び夜空のオーケストライン荒町の際には境内に人が溢れる。仙台半祖、伊達政宗による仙台城下町の建設現場年間の後、 仙台城下町の南東に接して広瀬川沿い2627年から、正宗の隠居所となる若林城及び若林城下町の建設が始められた。仙台城下町は南東下がりの長町陸府線が形成した断層崖の西側の貸し断球場に作られたが、若林城下町は仙台城下町と連続して同断層崖から、 道断層東側の中石平野にかけて作られた。また、欧州街道が若林城下町を通るよう付け替えが行われた。1636年に正宗が死去すると若林城は廃城となって若林城下町は仙台城下町と統合された。現在の満福寺の毘沙門堂にある毘沙門天像は若林城及び、 若林城下町が建設開始された1627年に、若林城下町北西閣、すなわち、両城下町の境界の断層崖上の当地に、広瀬川を挟んで対岸の北目城付近から正宗が移転させた。1643年に、仙台藩、第二代藩主、伊達忠宗が、毘沙門天に鞘堂を作り、同時期に、別当寺として満福寺が、 広市会により創建された。毘沙門堂への参道は南北に通じ、北端に毘沙門堂、南端に鳥居が立つ。鳥居のさらに南方は石垣町が南北に続いている。石垣町は途中から仙台城下町会富士の欧州街道となり、広瀬川に至る形になっている。1695年頃に鳥居前を東西に通る。 新たな欧州街道部分の沿道に五府大町の荒町が移転してきた。1887年に開通した日本鉄道本線の建設の際に仙台停車場構内になってしまうことになった東六番町所在の高吉院が当時に合併され廃寺となった。1904年の火災で美写門天蔵の表面が焼けた。1944年、 ビシャモン堂の横にあった首狼の金が第二次世界大戦における金属教室により失われた。ところがこの金は結局潰されずに横須賀に放置され、後にアメリカ合衆国のボストン美術館の庭園に野ざらしで展示されていたことが判明した。美術館は日本から送られたものだと主張して返却せずそのままとなっている。1983年に 欧州仙台七福神が設定され、美写門展がその一つとなった。1987年より星空コンサートを仙台七夕前の8月3日に開催。出演は宮城フィルハーモニー管弦楽団。1996年1月30日、美写門堂から門が仙台市指定有形文化財となった。2007年より星空コンサートが 夜空のオーケストライン荒町に解消され、宮城教育大学還元楽団が仙台フィルに代わって出演。実際には坂がない伊津橋駅からの方が、あた橋駅より近い。バスの始発は、交通局大学病院前で、定前寺通り市役所前も通過する。美シ門堂道を取り前の荒町商店街は、宮城県道235号荒井校長線にあたる。 ありがとうございます。